第61種伊勢の大夫。おお、なんと見事な八重桜。本当に匂い立つ美しい八重の桜。奈良から中宮彰子様へとこの桜が送り届けられ、今日は名だたる列席者が見守る中、桜を迎え入れる儀式が執り行われているのですが、さ、伊勢の大夫、歌を。おじい様、お父様、事件です。中宮彰子様の御前で歌を詠む大役は有名な才女紫式部様のお役目。それがつい先ほど。今年は新人の伊勢の大夫に。おお、それは良いな。ということに。あの子、中宮彰子様にお仕えして何日？大丈夫なのかしら。なぜあの子？失敗するんじゃ。聞こえてます、先輩方。おお、伊勢の大夫の家は歌読みのお家であったな。これは楽しみですね。そう、私の祖父と父は有名な歌人。もし私が失敗でもしたら、家名に泥を塗ってしまうことに。もしかしたら私は試されているのかもしれない。中宮彰子様に仕える身としてふさわしいかを。彰子様の御前でもし失敗したらどうしよう。大丈夫よ、あなたなら。あ、紫式部様。よし、それならば今日のこの見事な八重桜を、今日の都ここの絵の繁栄をたたえて、いにしえの第61種いにしえの奈良の都の八重桜、今日ここの絵に匂い塗るかな。おお、素晴らしい。なんと美しい歌だ。あ、本当に美しい響きでした。うむ、良い歌だ。素晴らしかったわ。私が返しを読みましょう。彰子様が？なんという光栄。ありがとうございます。ここの絵に仁王を見れば桜狩り、重ねてきたる遥かとぞ思う、宮中に桜が咲きにおい、お花見のようだわ。春がまた来たみたい。ああ、私の心にも春が再び訪れましてございます。